山口美久、24歳、職業はモデルをしています。今日は黒と白でまとめたんですけど、最近買ったビーゼルのバッグをどうしても今日つけたくて、黒でちょっとシンプルにまとめてみました。このコートはお気に入りでよく着ています。ジョンっていう海外のブランドなんですけど、私の172の身長で長めのコートがどうしても欲しくて、ずっと探してて、もう見つけた瞬間これだと思って買いました。帽子はコミューズっていう、まあ、ちっちゃいブランドで、このトップスはボルテージコントロールフィルターっていう最近始まったブランドのものです。靴はバンズですね。全体的なシルエットと黒がまとめることが多いんですけど、あんまり暗くなりすぎないで、ポイントで色を入れたりとか、そういうのには気を使っています。好きなブランドはトーガとマルジェラで、モード系のファッションが好きです。学生時代はあまり興味がなかったんですけど、インスタグラムでおしゃれな人を見て、私もそういう風になりたいと思ってファッションに興味を持ちました。お店は最近行けてないんですけど、下北にあるシアンっていう古着屋さんがあって、ヴィンテージものですごく可愛いのでおすすめです。今使ってる財布は、20歳の成人式祝いで母からもらったヴィトンの財布を使ってます。使ってる香水はジョン・マローンの香水です。理由は普通に自分が好きな匂いだから使ってます。学生時代は自分に合うスタイルがよく分かってなくて、着れればいいかなっていう、自分の中ではおしゃれしたつもりだったんですけど、まあ、今は自分に合うスタイルが分かってきて、それに自分が着たい服とか、そういう周りに左右されず自分の好きなものを着るようになりました。トーガのジャケットなんですけど、 20SS かなのコレクションで見た時に可愛いなと思って買ったジャケットが一番印象に残ってます。一番好きなもの、ジャケットが一番好きです。理由はまあ年中使えるので、いろんな着こなしができて楽しいので、ジャケットが一番好きです。着てるトップスのボルテージコントロールフィルターっていうブランドが最近気になってます。秋元梢さんに影響を受けてて、黒のスタイルもそうですし、私もともとこのほくろがちょっとコンプレックスだったんですけど、梢さんを見てすごいかっこいいなと思って自信を持つようになりました。あまり特定してこれっていうところはなくて、いろんなところに行ってるんですけど、知り合いの方が勤めてる表参道にあるノラジャーニーっていうサロンにはよくやってもらってます。趣味は、まあ、韓国ドラマ見ることとお笑いと、あとは運動ですかね、バレーボールを今やってます。好きな本は、全ての瞬間が君だったっていう、もともと韓国のエッセイ本なんですけど、それをよく見ます。好きな映画はアクション映画が好きなんですけど、ボーンシリーズが一番好きです。最近好きなアーティストが、韓国のヒップホップのジェミナイっていう韓国アーティストが好きです。今後の目標は、まあ、モデルとしてまだまだ成功してないので、これからはもっと仕事をしてショーとかにも出れるようになりたいです。好きな食べ物はポテトサラダです。インスタグラムを個人的にやっているので、皆さんに見てもらえたら嬉しいです。